こんにちは、カゴタスです。ご視聴ありがとうございます。本日も、昼トーク、はい、やっていきたいと思います。ちょっとね、不定期気味ではありますけども、できるところはね、ちょっとやっていければいいかなと思います。よろしくお願いいたします。まずね、グローバルの、4周年ね、スタートしまして、まあ何日か経過しておりますが、ここまでね、まず、まあガチャがね、バルセロナの選手が登場してますよということで、まあ割と、引いてる方もね、多いんじゃないかなと思いますけども、皆さんね、取れてますでしょうか。はい、自分はですね、引いてないです。ここのね、おみくじはやってますけども、実はそれ以外は、一個も引いてないです。はい。で、やっぱりね、どうしてもこの先の、来週以降のガチャの動向が気になってたりとか、あとはやっぱりドリッコレが、まあ、2週間もすればね、始まっちゃいますし、まあ、何よりも、年末の、超フェス、こういったところが、とても気になっております。はい。で、今ね、選手手に入れたとして、まあ、今のデッキにうまく入れられるかっていうのもありますし、まあね、正直あまりこう、ブラボとかもそんなにないので、取れたとしても、まあ、あまり育成できないというのがね、根本にありますので、まあ、ある程度こう見極めが必要かなというふうに思って、今のところはほぼやっていないという状況でございます。はい。まあ、翼くんとかはね、やっぱりこう見てると強そうな感じはしますし、まあ、ウミージャー、レシャールに関しては、まあ、デバフで、活躍できるね、性能だと思いますんで、まあ、自分のデッキにハマるのであればね、非常にいいかなと思うんですけども、はい。まあ、今のところはね、見送ってる状況ですが、まあ、ドリコレが、多分ね、15日前後だと思いますんで、多分来週末か、再来週の月曜あたりに、情報は出てくるんだと思うんですよね。で、このガチャは17まで確かやってたと思いますんで、まだね、情報が出てからでもね、いいかなと思ってます。はい。で、今日はね、どっちかって言うと、その先の、ちょっと超フェスとかの、まあ、予想というかね、妄想というか、ちょっと話していきたいなと思っているんですけども、まずですね、そうだ、お知らせの、お知らせ、ちょっとね、今回長くなってしまいましたけども、ご視聴いただいた方ありがとうございます。で、その中で、こちらですね。これなんか気になるな。なんか減ってないかな。あれ？このブラジルのやつって2ページ目にあった気がするんだけど、あ、違う。プレイヤーアンケートがあれか。やったからか。はい。まあ、いいや、はい。で、ちょっと気になったのが、来週の月曜日ですね。来週というかもう明日か。12月6日月曜日16時から、このブラジルのガチャが来ますよというところで、これライジングサンなんですよね。なので、今回、まあバルセロナコラボっていうのもあったんで、まあ、割とクラブ推しが続くのかなともちょっと思ってたりもしたんですけども、まあ、いきなりここでね、ライジングサン代表選手というところが出るというのも、分かってきましたので、これはどうなんでしょう。超フェスは意外とまたね、ライジングサンの選手とか出てきてもおかしくないのかなってちょっと思ったりもしました。で、ネクストドリームがどうですかね、超ネクストドリームとかやんないのかなってちょっと、まあ、やったらやったでね、ガチャ多くなっちゃって大変ですけども、まあ、なんかやってきそうな気もしなくないですかね。うん。まあ、ただね、まあ、ナポレオンがフェスでね、今回ネクストドリームの選手ですけども、フェスで登場したというのもあるので、まあ、なかなかその線も薄いかもしれないんですけども、ただ、やっぱりこう周年お祭り的な感じなので、で、なおかつ、やっぱりここって、まあ、今回ね、夢玉とか結構配布はしてますけども、
まあ、同時にね、ガチャやっぱりいっぱい引かせたいでしょうから、ね、そこはね、魅力的なものっていうのは多分出してきてもおかしくないかなと思ってます。で、そんな中で、ネクストドリームが、その、ちょっとね、特別版みたいのがあれば、まあ、そこで、例えばですけども、若林くんとかね、まだ出ていない、ヒューガくんとか、ミサキくん、ピエールくん、まあ、あとはね、タイトルの壁にもいる、シュナイダーもそうですし、ミスギとか、ブライアン・クライフォートとか、まあ、そういったところもね、まあ、石崎なんかはまだか、はい。なんで、そういうところも、まだね、この先、控えてはいますので、何キャラかね、出してきてもおかしくないかなと。あと、なんだかんだであれですよね、地藤くんと佐野くんは、ネクストドリームでは出てないんですよね。なんでね、まあ、ストーリーとしてはもうすでに出てますけども、ガチャとしては出てなかったので、まあそういったところも、まだね、可能性としてはあるのかなとは思ってはいます。はい。で、ショーフェスですよね。でね、こう、原作、キャプテン翼マガジンでもね、原作も話進んでますけども、やっぱりね、今、日本代表と、スペイン代表というところが、まあ、またね、盛り上がってきていますので、最近、ちょっと出てない、ミカエル、あたりがね、超フェスミカエル、まあ、昨年の夏の、ね、超フェスでミカエル、ラファエル出ましたけども、今回、なんかミカエルとかは、ぶっ壊れキャラ、出てきてもおかしくないのかな、というふうに思ったりもしております。で、そんな中、木曜日に、キャプテン翼マガジンも発売されてますけども、キャプテン翼のライジングサンのコミックの16巻も出ています。で、その中で、スペイン代表対メキシコ代表の試合っていうのが、まあ、少し描かれてます。まあ、キャプテン翼マガジンではね、もうだいぶ前の、お話になってるんで、もうすでにね、見ている方、ご存知の方非常に多いとは思いますけども、そこの話が描かれている、巻になってます。で、その中で、ミカエルくんがね、ついにこう覚醒していますというので、一人で何点もね、取っているという描写があるんですけども、そこに、気になるシュートはね、二つほど登場していますと。はい。ちょっとね、画像は、出さないですけども、名前がですね、ライジングアロー、ライジューシュートという技。あとは、一人反動収束陣法というね、技なんかが出てきていて、まあ、キーパーエスパタス君抜いてるという描写なんですけども、この辺が出てきたら、やばいなと。で、ミカエル君ポジションって、あれじゃないですか。ディフェンシブミッドフィールダーじゃないですか。ボランチの選手なんですよね。選手名鑑。ミカエル。で、ミカエル君は、これまで出ているキャラクターを見ると、はい、ディフェンシブミッドフィールダーですよね。で、他のミカエル君も、まあ、同様にディフェンシブミッドフィールダーになっていると。ですね。なんで、まあ、ポジションとしてはもうね、固定だと思うんですね。ディフェンシブミッドフィールダー。で、ただ、強烈なシュートを持ったディフェンシブミッドフィールダーに心当たりのある方は非常に多いと思うんですけども、ね、で、まあ、天敵松山くんなんですけども、個人的に。で、松山くんの性能がいつまでも変わってないのがすごい気になってるんですよ。ね、やっぱりロングシュートっていうところが、特にこう調整ないじゃないですか。ね、で、他は調整ね、サリナスくんかかってたりはしますけども、まあ、ああいうこうぶっ壊れる性能をいつまでもそのままにしとくのって、なんか訳あるんじゃないかなと思って、ちょっといろいろ考えてたんですけども、これミカエルが、これやらかすんじゃないかなって、ちょっとね、思っちゃったりもしてます。はい。ね、原作でもちろんミカエルすごい
キャラクターでね、そういう超ロングシュートとかも決めているので、そういったところで、まあ、原作に基づくんだったら、ミカエルはあり得るとも思ってます。はい、まあ、ただね、それが本当に出てくると、まあ、今の松山以上のシュート値になると思うし、もちろんね、そしても高いでしょうから、これもいよいよやばいことになっちゃうなっていう不安もあるですね。はい。なんでまあちょっとね、なんだかこう制約をつけて、やっぱりこうハーフウェイラインよりも、前じゃないと、発動しないとかね、まあそういう条件をつけて、まあ、そのタイミングで松山君を、例えばちょっとね、調整したりとかね、やってくれれば、まあなんとなくこうバランスも取れてくるかもしれないですけどもね。はい。ということを、考えちゃったりしておりました。はい。皆さんどうでしょうかね。超フェスは、クラブ選手なのか、まあ、代表の選手なのか、ね、まずそこが一番気になるところですよね。昨年が翼くんとナトゥレーザーで、1年間、ね、フルに活躍できる性能だったんで、まあ、間違いなくすごい性能の選手にはなると思うんですけども、まあ、それにふさわしい選手だとね、もう本当にここ最近で言うと、やっぱミカエルなんじゃないかなと。うん。で、そうすると、ついになるのは日本人ですかね。どうなんでしょう。そんなことないのかな。まあ、例えばこのタイミングで、若林くんが、ね、またすごい若林くん出てくるとかもね、あり得るし。どうでしょう。日本人だと、まあ、ヒューガくんとかね、ミサキくん、まあ、翼くんが今回バルセロナのコラボで、出てるんでね、一月に、まあ、2回出るかっていうのもあるんで、ちょっとそこわかんないですけども、ま、さすがに昨年の超フェスがね、翼くん出てるんで、まあ、今回ないんじゃないかなと思ってはいるんですけどね。はい、どうでしょうかね。はい。というあたりが、今からね、期待と不安と楽しみとあるんですけども、はい。まあ、まだね、12月始まったばかりなので、ちょっとね、こう様子見てはいきたいと思いますけども、まあ、夢玉もね、それなりに今配ってくれていますので、はい。まだね、貯めていきたいなと思っております。はい。ということで、ちょっとね、だらだらとお話しさせていただきましたけども、どうでしょうか。はい。以上で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。